やっほー。ちょっとお待ちください。カメラ、これ、ソニー、めっちゃ可愛いんですよ、これ。見てください。あはは。I'm sorry、 ごめんなさいね。いいでしょう。すごーい。セットアップって何？これ何？これ何？これ、ナイトモードじゃね？すっげー。これさっき歌ちゃんが撮ってくれた。かわいい。明日がちょっとメモリスティックです。そう、30年前のカメラだよって言われた。そうです、30年前です。明日はちょっと朝早いでは片付けられないくらい早いんですけど、私の中では。はい、なのでちょっと今何時ですか、15分ぐらいしたら終わろうかなみたいな。充電器、え、これさ、あれなの。電池なんです。私電池式のが欲しかったから嬉しい。なんかさ、充電タイプってさ、すぐ充電なくなるじゃないですか。もう私の体感なんだけどさ、私的にはカメラとかはもうなんか2日ぐらい持ってほしいよね、正直。そう、まあ、せめて一日中は持ってほしいわけですよ。そう、すぐなくなるやんか、充電。電池式最高。運動会で撮影するお父さんがかつて使っていた白、何人である可能性。スマホでじゃなくて、あえてそういうの流行ってる。流行ってるね。流行ってる。かずと先生さん、だるまなさん、バラ、ありがとうございます。でこれずっと欲しくて、こういうカメラが。で今日本当にフラッと歩いてたら、こう中古のカメラがもうブワーってこういっぱい入ってるとこがあって、そこをね、うわーって言いながらこう見てたら、6000円って書いてるやつがあって、まさかの私が欲しかったこのやつ、なんとかショットです。これいいなと思ってたんですけど、そう、フィルムもでも買ったの。
これは本当6000円ぐらいなんだけど、なんかビッグカメラじゃない、なんだっけ、ヨドバシカメラに行って、あのなんだっけ、映るんですと、映るんですのみちょっとあの現像しに行こうと思って、現像お願いしに行ったんだけど、現像お願いしに行った時にこれサイバーショット、これを本当にこれのね、私はあのグレーが欲しいんですよ、あのなんだっけあれ、違うこれじゃないよ、コダックみたいなあるじゃないですか、コダックのグレーのやつがあるんだけど、あれにしようと思ってたんですよね、けどあれじゃなくてこっちの方が安いですよって言われて、これ本当は6000円ぐらいするんですけれども、なんかちょっと今セールやっててみたいな、で3000円ぐらいで買えて、これ私あのもともとハーフフィルムのここの部分がね回せなくなって、今修理に出してるんですよ、けどやっぱりフィルムカメラ欲しいなと思って、そうキーホルダーみたいなカメラ、あトイカメラです、トイカメラも最近流行ってるね、それはいい買い物したでしょ、そうなの、そうだからこれがこれです、フィルム高いでしょ、高い、ありえない高いよな、ちょっとこれ買った、これ2100円もするの、バカ野郎、36枚しか撮れない、バカ野郎って言いたいですよ私は、はい、まあ、もう一個入ってるんですけど、ね、この中にやべ、開けちゃった、2100円ぐらいすんの、値上がりすんの、やば、バカ野郎じゃんでも結局買うんだけどね、そう、現像するのもお金かかるのまあ最近ね流行ってますしね、昨日サムネイルでも過ち歌声ぶっちゃけでした、ありがとうございます、高専みたいな学校行くとよかったかもね、いや私ね細かい作業はできないんです、ずっとカメラが好きってだけな、そう現像する写真家も大手のビッグカメラとか言ってますけどね、よく、いろんなちょっとあの予定がある場所のビッグカメラを探してみたいなね、え嘘でしょ、ネガも受け取ってますか、え、なんかさ、私前に有楽町ぐらいのところで、有楽町あたり東京駅あたりかな、ちょっと忘れたんですけど、あのなんかその辺に用事があった時にたまたまフィルムカメラをやりたいなと思って、ビッグカメラとかビッグカメラかな多分でやったんですよ、そしたらあのネガ無料であげますのでみたいなでもらったんですよ前、
でも今日ヨドバシカメラに行ってきたんですね。そう、ヨドバシカメラに行ってきたんだけど、ヨドバシカメラさ、ハーフカメラのハーフフィルムはちょっと受け付けてませんって言われて、私持って帰ってきちゃった。ちゃんとこの前撮ったフィルムがあるのにさ、受け付けてませんって言われてちゃったよ。これ前、あ、ハーフフィルムはちょっとやってなくて、ハーフも1枚も一緒だろうと思ったけどね、まあ、じゃあ分かりましたって言って今度ビッグカメラに行こうと思います。そう、無理って言われたの。なんで？ハーフフィルムはこの1枚にこう1枚をこう横に使うと思うんだけど、それをこう縦に、カメラの北村は普通にやってくれるよ。あ、カメラの北村ね、確かに。音楽理論、ハーフの付け方とかどこで習ったの？なんとなくです。焼き増しはね、焼き増しね、焼き増しとかしないかな。だって今ね、だってね、今もうデータに、私データにできないと嫌なんですけど、あ、そう、あのフィルムはね、データハーフフィルムはちょっとデータやってなくてって言われて、だからちょっと、そうなんですよ。カメラ何個持ってるの？1、2、ネガはね、あの今日のやつ、今日あの今日を映るんです思って行ったんですよ。ネガいりますかって言われたんですよ。でもお金がかかったから、お金かけてまでいらないわと思って、どのタイミングで撮ることが多いの？私は多分大体吉田と宇多田とどっかに行くときに、いつも持って行ってる。ホワイト、そうで、前そう、ディズニーに行った時に使ったやつはのもらったから残ってる。だからね、無料で写真にはまりまくって一瞬もってスマホカメラに戻ってくる人おる。そう、スマホカメラはね最高ですよ。スマホカメラって結局さ、しかももうだってアプリ、加工アプリとか出ちゃってるから何色にも加工できるわけよね、結局。けどやっぱ画質がねそれぞれ違いますね、やっぱり。フィルムスキャナーおすすめ。でもスキャナーしなくない？意外と。やっぱ私のスマホが結構もう終わってきてる、マジで。一眼レフが一眼レフマジで最高。結局ね、画質とか美しさで言うと、わ、綺麗って思う。やばいやばい、私のスマホやばいですよね。待って、充電。そう、10オーバーあるし。結構やばいかもしれない、これ。スマホでフィルムスキャンできるよ。映るんですでも、それでずっと綺麗に撮れるよ。いや、マジで綺麗に撮れる。そう、1461、1461ね。 Thank you。 ちょっといつが何年なんですか？4年ですか？もう広がる撮ったやつはスマホにどうやって取り込む？スマホに取り込みますってお願いしたら取り込めるんですよ、今。はい、スマホに取り込みますか、 CD に焼きますか、それとも写真で普通に紙で出しますかみたいな、紙というかあれで出しますかみたいに言われて、じゃあスマホ転送でって言ってスマホをに転送してできるんです。すごいでしょ。だからね、スマホ、い
つもスマホ転送にしてる。やっぱな、 SNS とかで、ね、使えないと私的にはあんまり意味がなさいって感じなんですよ。そう、あとやっぱりパソコンに保存したいんですよね、私は。だからパソコンにも保存できるように結局写しちゃいます。ライトルームでフィルム写真風にもできるけど、フィルム写真風とね、フィルム写真じゃやっぱり全然違うんだよね。そうなのよ。 Google アカウントとか、普通にさ、ここにさ、つなげるやつして、こういうのでアダプターで普通に SD からピッて取り込めたりとか。今日のところはね、 QR コード後で5日後ぐらいに QR コード読んでください、そしたら入ってますのでって言われた。そう、チェキ持ってる持ってる。チェキも使わなきゃな、使いたいな、持っていこうかな。チェキも持ってんだよ実は。チェキってでかいし重いじゃん。だからさ、ほんとマジで中学学生ぐらいの時に買ってもらったんですよ、チェキを。だから本当に本当に遊びに行く時とか、そう、そうなんですよ。にしか持っていかないですね。チェキってさ、やっぱさ、撮った後に出るじゃないですか、フィルムが。だからそれがちょっと邪魔になってくるっていうかね。そう、一眼レフも軽く、一眼レフ重いです、重いです。レンズ沼に、いや、レンズ沼っていいよね。けど私一眼レフ欲しいけど、欲しいんだけど、今はフィルムカメラの感じ、私古い感じが好きなんですよ、割と。やっぱり昭和みたいな感じだから、こういうのが好きなんですよね、きっと。やばうん、腹筋でもしようか。走った走れないわ。腹筋した後に入る。有酸素運動の、間違えた、有酸素運動の後の有酸素。あなたはとても可愛いです。 Thank you。 Thank you。 いつもな感じ、あ、嬉しい、ありがとう。顔鬼瓦みたいになってる。昭和レトロの雰囲気好きって言ってたし、なんか関係あるのか。 あるかも。お外で使ってる、めっちゃ使ってる。望遠じゃなくてもなんとかレンズでいろいろあるから、単焦点レンズ、へえ、いいね、レンズとか。でもカメラってさ、マジいいやつ買ったら一生もんだからさ、うん、だから私10万円ぐらいのカメラ1個買おうかなと思ってたのよ。そうなの。でも10万円のカメラを買う前に私のスマホがやばいんじゃないかって思ったから、一回スマホを買うことにします。海外結局1週間で割れるって書いてある腹筋動画は本当に割れるのか。割れないです。やっぱテーマ2日目なんだけど、まだ割れないです。1週間で割れたら世の中みんな割れてます。まだ2日目やってんだけど割れないです。希望持って2日目なんだけど割れないですね。まあ見てな、うん、1週間ぐらいのお腹、あれないです。見てみな、あれなんだっけ、あれ、これプランクのが割れた。ああ、うん、じゃあプランクしていこうぜ。体幹も鍛えるからダンスも上手くなるよ。ダンス。マルカがいい。
声出し禁止ですか。やっぱね劇場、AKB 劇場みたいにね、あれじゃなくてお芝居とかもがっつりやっちゃうところだからこそ、毎日お芝居やってるからこそね、やっぱ感染対策はね、一人の人がなると AKB みたいに替えが効かないので、そうからちょっと厳しく言っておりますけれども、手動でフィルム巻いてたの知ってる？どういうこと？巻き上げとかじゃなくてこういう違う？現実を突きつけるだからって故障しても修理すれば一生使えるのか。だってこれ、この30年前のこれが使えてるんだよ。いけるよ。菜の花、菜の花畑の宇多田さんを写真撮りたいな。へぇ、宇多田がんばれ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 。カメラで好きなブランドある？ないです。なんかそんな詳しくはない。誠さんにエイト君やってもらうとお話を進めますか？絶対やってもらわないです。まこっちゃんはまこっちゃんのままで出ましょうか。一枚撮ったら飛行機がやってフィルム巻くのよ。へえ。知らんかったわ。割れちまうぞ。いや、私最近腹筋が割れてきたんですよ。ちゃんとしっかり。苦しい。びっくり。最近あの私一回、あとお風呂入る前に一回鏡の前でこうから鏡の前で体を見るんですよ。自分の苦しそう。うって言ってる。シックスパックね。シックスパックじゃなくてこうあの縦の線を入れたいなと思って。苦しい。綺麗な方、綺麗に割る方。トマトエー、やってやって。はまままはまままフジフィルムって響きがかっこよくて好き。それわかる。なになに、うん、フジフィルムいいよね。腹筋が割れやすい人とそうじゃない人って。でも私多分ね、皮が薄いじゃん普通に。それもあるんだよね結局多分。いや、あすか腹筋割れやすいだよ。こうだよ。うん、あと筋肉がつきやすいか否か。横に2段に言われてますって。あ、すごいじゃん。1段に言われてんだよね。もう1段増やしてみないかい。やば、やっぱりじゃん。よいしょ。ロングプレスも結構腹筋に、あ、そう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 。だからあの劇場のね、劇場でこうやる前に、うわあ、あの何やろ、はい、お尻だけ上がってるよ。もうちょっと下げて下げて。うるさい。お尻だけ上がってるよ。うるさい。そう、あのなんか何だっけな、なんて言おうとしたんだっけ、もう忘れちゃったじゃん。うん、そう、あの劇場で発声をするんですよ。で発声をして、あの体操をして発声をしてからリハーサルに入るんですけど、発声の時にプランクやりながら発声してますって。割とそれ効くんだよね。あともうこうフッ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 ってここに力入れる。だからロングブレスマジで効く。マジで聞きますけど、なんかバッキバキより私はあのこう美しく割りたい。どちらかというと。だから綺麗に割れる腹筋のやつを YouTube で調べてるよく。でもやっぱね、このうちの筋肉がないと声の出し方が違いますねって思った、ここ1年ぐらいで。あのほんとミュージカルやってると
思いますね、本当に。何も言えず思い、そう、腹式呼吸でこうしっかり訴えるようになった瞬間から、あのお腹の周りがキュッてキュッてしてきましたね。小原さんとかすごいそうですね。風神雷神みたいな感じですね、小原さん。わかるでしょ、うん、風神みたいな、雷神みたいな感じ。動きながら声出すには腹筋大事じゃない？そう、大事大事。うー、さあちょっともう終わるかな、ちょっと終わんなきゃやばいんですね。じゃあランキング見ます。いやちょっと待って、明日、明日どうしよう、明日はワンチャンできるかわかんない。ボディービルダーみたいな。ボディービルダーかわかんないですけど、結構腹筋割れてる人多いですね。筋肉の塊って感じで本当すごかった。すごい。あ、一眼レフ買ったんですか？波動の時撮ってくださいね。ぼちゃって言って、ペタって言って、はい。あー、明日メイクするぞ。頑張りー。さよなら。ゆうさん、フロットさん、12位、ジャリンゴさん、11位、ハリベルさん、10位、ベルちゃん、カジオさん、9位、ユーマさん、8位、ヨミさん、7位、ケンチェさん、6位、ジョークスノーさん、5位、マジカタマダダさん、4位、イキタンさん、3位、横ヨシさん、2位、エンチュさん、1位、ヌーサミスさんのはでした。ということで、2262人にありがとうございました。バイバーイ。あ、全鉄大集合、2月25日、26日にあります。そして25、26、坊ちゃん愛媛の坊ちゃん劇場でありますけれども、まあ、行けないよって方はね、配信、生配信のみなんですけど、配信があるので、ぜひ、見てください。あのね、ユニットが両日、絶対見た方がいいです。それでは、2328人ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。